赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花。どうさきゃいいのさこの私、夢は夜開く。16、17と私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも夢は夜開く。あれは昭和45年ですね。はい、こう昔の写真とかあの雑誌の取材の写真とかああいうの見て、あこんな仕事してたんだとか、昔のビデオを見てこんな、あこんなこともやってたんだみたいなのを改めて逆に今こうあっていう自分でもこう あこんなことかっていうぐらいで。二十歳ぐらいの富士山っていうのは今度逆にどういう生活というか。そうですね、そのまま18、夢は夜開くぐらいから、まあ、ずっと何の変哲もなくもう同じスケジュールでずっと2年間ぐらい動いてたと思うんですけども、振り返ってみれば自分の人生の中で、まあ、一度目に結婚したのが20歳の時でしたから、すると、まあ、成人式の20歳の時にで振り返ればそれがやっぱり一番大きなことですよね。たまたま人生の一番大きい時に20歳だったっていうですけど、割とトントンでいっちゃったんですよね。